アンドラ公国、通称アンドラはヨーロッパ西部のピレネー山脈中に位置する立憲君主制国家。首都はアンドララベリア。フランスとスペインに挟まれたピレネー山脈中にあり、フランス大統領とスペインのウルヘル司教の二名による共同校を原首とするミニ国家であるイベリア半島に属している。アンドラの国旗はフランスとスペインの国旗を合わせたデザインになっており、 二カ国との関係の深さを強調したものとなっている。中央の国章に描かれている紋章は、アンドラと関係が深いフランスとスペインの貴族の紋章で、左側がスペイン、右側がフランスとなっており、国章の下部には国のモットーである団結は力なりがラテン語で書かれている。モルドバの国旗とは国章以外のデザインが同じであるためか間違われやすい。 生体を冠した、正式国名は、カタルーニャ語で、CO プリンシパと D ・アンドラで、アンドラ境地広告の意味を持つ、通称、アンドラ。フランス語では、プリンシパと D ・アンドール、通称アンドール。スペイン語では、プリンシップド・デ・アンドラ、通称アンドラである。日本語での正式国名は、アンドラ広告、通称アンドラ。漢字表記は、安スミチ・である。 国名については、アンドラ警告広告と称されることもある。アンドラの由来については、諸説あり定かではないが、同地に居住していた、イベリア人の部族を古代ギリシア語で、アンドシンスと呼称しており、これは、バスク語で、巨大なを意味する、ハンジアに由来するというのが一つの説である。アンドラの一般評議会の元本部である、ラカーザデラ・バル。国内で発見された遺跡から、 紀元前1万年頃には、定住が行われていたことが推測されている。古代ギリシアの歴史家ポリュビオスは、歴史第3巻35章一節において、ボエニ戦争で、カルタゴ軍が、ピレネー山脈を越える際、アンドラの谷に、先住民が居住しており、彼らを、アンドシンスと呼んだことが記されている。これが、文献上に見える最古のアンドラである。803年。 フランク王国のシャルル・マーニュが、ピレネー山脈中に置いたスペイン返境領の一つ、ウルヘル博領を起源とする。1133年、ウルヘル博は、ウルヘル司教に、アンドラの総主権を譲り渡した。1096年、司教は、カボー家に、アンドラの防衛を委ねる代わりに、代償として、アンドラの一部、カボーダニの統治権を与えた。カボー家の権利は、 カステルボーシ者との婚姻によって移動し、1208年にはフォアハク家によって掌握された。フォアハク家はアンドラ全体の統治権を狙い、司教と争うようになった。事態の解決のため、1278年に両者を対等の共同統治者とする総主契約が結ばれた。1419年には最初の議会が設置されている。フォアクのガストニオン4は、 ナバラ女王のレオノールと婚姻し、以降フォアハククライとアンドラの統治権に加えて、ナバラ王を継承するようになった。フォアハクの地位は女系を経て、ブルボン家に渡り、1589年にアンリオン世が、ナバラ王兼フランス王となったことで、フランス王が、アンドラの総主権を受け継ぐことになる。1607年にはアンリオン世が、フランス王とウルヘル司教を共同校とする直令を、 だし、アンドラは、広告となった。フランス革命が発生して1793年に、ルイ16世が処刑されると、フランス側の共同大綱は存在しなくなった。アンドラ側は、革命政権を承認せず、フランス第一共和制政府も、アンドラとの関係を断った。1794年、スペインとの間で、ピレネー戦争を戦っていた共和制政府は、 この機にアンドラを併合しようと目論んだ。この時アンドラの代表がフランス軍の司令官のもとに赴き侵攻を断念するよう説得している。1806年フランス皇帝に即位したナポレオン・ボナパルトとの間で両国関係は修復され再びフランスの元首が共同対抗につくことになった。1814年の第一帝政崩壊により 支配から脱するが、以降も、封建的な制度はそのまま受け継がれていくことになる。第一次世界大戦では、しばしば、フランスと共に、ドイツに対して、戦線布告を行い、第一次世界大戦に参戦したが、パリ講和会議に出席せず、ベルサイユ条約の範囲外にあったため、形式的に、アンドラ公国はかなり、後までドイツとの戦争状態にあったとされることがある。 ただし2014年に公表された歴史家ペレ・カベロの調査ではアンドラが第一次世界大戦に参戦したという公的な文書は存在せずまたドイツ側にもアンドラが戦線布告してきたという記録は残っていないことが判明した加えてドイツと終戦したとされる時期も1939年1943年1958年と 複数ありはっきりしていない上に、それらを裏付ける証拠は何も見つかっていないのが現状である。唯一わかっていることは、第一次世界大戦中3人のアンドラ人がフランス軍に志願したことだけである。1934年7月には、リトアニアの冒険家、ボリス・スコスヤレフがフランスの非語下にあるアンドラ王、ボリス一世を称してウルヘル主教に対して、 戦線布告したが、間もなく国外追放される事件が起きている。スペイン内戦の時期には中立を守り、フランス軍が駐屯している。第二次世界大戦では中立を守ったものの、スペイン軍が駐留している。また、スペインとビシー政権の密輸ルートとして利用されている。1944年には、ドイツ軍の部隊が領内に侵入しているが、 1945年に退去するまで戦闘行為は発生しなかった。1993年3月14日、憲法が国民投票の結果可決され、ウルヘル司教とフランス大統領を共同元首とする議会民主主義制国家となることが決定された。フランス及びスペインは6月1日に国家承認し、正式に独立国家となった。 同年7月、国際連合に加盟した。アンドラの国家元首である、共同行為は、スペインのウルヘル司教とフォワ伯爵の法廷継承者で、ある、フランス大統領とが保持する、共同君主制を採用している。1993年の憲法で、国民主権が明記され、公の権限は、首相の任命、大使の切除、法律、条約の認証等である。 両者がアンドラの国務に直接携わったり来訪することはほとんどなく、駐在代理官が委任を受けてその権限を行使する。アンドラの国会にあたる代表議会は警告総会とも呼ばれ、一員制で定数は28議席、任期は4年で14議席を全国区から選出し、残り14議席は7教区ごとに割り振られて、 各教区に議席ずつの定数となっている。行政府の長である首相は議会によって選出される。保守、自由民主主義のアンドラ自由党と、社会民主主義の社会民主党によるに、大政党制だが、他にも小政党が存在する。2019年4月7日執行のアンドラ総選挙では、アンドラのための民主党が11議席を獲得するなど、 二大政党制政,政治にも陰りが見られる。敵対する国家も存在しない上外交をフランスに委ねていたこともあり、軍隊は持たず、国防に関してはフランス及びスペインに委託している。240人規模の警察部隊が存在し、国境警備や治安活動に当たっている。司法に関しては強地公の権限があり、被告の希望に従って、 どちらかの元首が指名した判事が行う。上訴審では、両元首が、相互に5年おきに任命した判事が、取り扱い、最終審は、フランスのペルピニャン高等裁判所、または、ウルヘル司教の最高裁で行われる。外交は1993年までは、共同元首の権限であり、ウルヘル司教は、外交組織を持っていなかったため、フランスが代行していた。 独立以後は、アンドラ政府自身で行うことになった。国際連合及び欧州評議会に加盟。WTO には、1997年に、加盟申請。2020年現在、加盟交渉中となっている。欧州連合や欧州自由貿易連合、万国郵便連合、生物多様性条約には加盟していない。2015年3月10日。 アメリカ合衆国財務省の金融犯罪取締ネットワークはバンカプリバダ・ダンドラを主要マネーロンダリング企業に指定。HSBC、バンカメ、シティバンク、ドイツ銀行は BPA のコルレスバンクをしていた。この関係を利用して BPA は2009から14年に数億ドル規模の取引を処理した。そうした取引にはダミー会社、 無許可の送金、租税回避値など、その他リスクの高い顧客企業が絡んでいたとされる。なおアンドラは国際決済機関のクリアストリームに16の特命講座を開いていた。日本は1993年12月7日にアンドラを国家承認し、1995年10月に両国間の外交関係が築かれた。アンドラにおける日本の代表部は、 在フランス日本国大使館が喧嘩している。日本人のアンドラへの渡航は在スペイン及び在フランス日本人によるものを中心に年間数千人程度と見られている。2005年1月20日、首相のマルク・フォルネ・モルネが湘南モノレールを視察。首相夫妻と外務大臣ら5人が同社社長の前田勝彦らと共に全区間を乗車した。 同首相は積雪に強いこのモノレールに対し、アンドラ広告に、ぴったりの交通機関と感想を述べた。アンドラは、冬季5ヶ月間は雪に閉ざされることが多いため、降雪に強い交通手段として、このサフェージュ式モノレールに関心を寄せている。在アンドラの法人は11人、在日のアンドラ人は6人。貿易関係では、現在のところ WTO に加盟しておらず、 また、日本と最恵国待遇を規定する二国間条約も締結していないので、日本はアンドラ産品に WTO 税率を適用していない。日本 EU 経済連携協定付属書 3E アンドラ広告に関する付属書に基づき HS25 類から97類までのアンドラ産品について、日本は日本 EU 経済連携協定に基づく EPA 税率を適用する。アンドラの地方行政区分図7つの教区に区分される。山勝なアンドラの地勢アンドラの地図国土面積は468平方キロメートルであり、日本では金沢市の面積とほぼ等しい。ピレネー山脈東部に位置し、スペインとフランスに挟まれた山勝の内陸国である。 スペインのカタルーニャ州、リエイダ県、フランスの奥タニー地域県アリエージュ県と、ピレネオリアンタル県に接する。厳しい高低差があり、複数の谷が刻み込まれている。山からは、ネインバンガンが産出し、伝統的な家屋の屋根はこれで吹かれ、壁は自然石を用いて作られている。夏季は乾燥し、冬季の降雪が多い地中海性気候である。 工作地や住宅地の他は、ほとんどが信用樹林であるが、標高2500メートル以上の地域では、樹木が生育せず、草地や拉地となっている。国内最高峰はコマ・ペドローザ・ボン。主な河川は、バリラ川。沿岸部市街地経済の中心は観光業である。EU 非加盟だが、ユーロを通過としている。ユーロを導入前は、スペイン・ペセタと、 フランス・フランを併用していた。国家歳入の大半は EU からの輸入関税である。もともとは消費税などは存在しなかったが、外国人が脱税目的でアンドラに来て銀行預金するのが後を絶たなかったため、2012年より法人税、非居住者に対する直接税が導入され、2013年からは付加価値税、2016年からは個人に対する、 所得税も導入された。これらの税制改革により、2018年12月の EU 経済、財務理事会において、タックスヘイブンの監視継続対象であるグレーリストから除外されている。冬季のスキーやスノーボード、下季のトレッキングやスパなどのレジャー産業が盛んで、宝石店、自動車パーツ店、免税店でのショッピングを含めた観光業が基幹産業となっている。 マドリウペラフィタクラロ渓谷は世界遺産にも登録されている。スペインやフランスなどの周辺の国の人々の別荘も多く存在している。近隣の大都市であるスペインのバルセロナからは毎週末になると週末の観光を兼ねた買い出し客が国境を越えて押し寄せることもあり、国境検問所沿いの道路には観光客を目的にした免税店が軒を連ねる。 農業には人口の4%が従事し、国土の2.1%が農地である。主な品目はタバコ、ジャガイモ、トウモロコシ、オリーブなどのほか牧畜も行われている。世界的な観光業の成立以前は農業が国の基盤だった。現在、世界市場で競争力を持っているのはタバコである。アンドラ産のタバコの葉は大変香りが強いため、 沈調されており、ブレンド用として輸出されている。第一次産業、第二次産業はいずれも規模が小さい。アンドラの鉱物資源は、鉄鉱石と鉛、鉛、明板、石材、硫黄を含んだ水である。300年以上にわたり、最高から単鉄まで小規模ながら一貫した工業が、継続していた。現在でも、鉄資源は枯渇していないが、製鉄業は成立していない。 硫黄を含んだ水は、羊毛の洗浄に用いるためのものである。工業は、繊維業、紙巻きタバコ製造、家具製造業を中核とする。繊維業では、レスエスカルデスの羊毛で折ったスカーフや毛布が、著名である。アンドラの輸出額に占める、工業製品の比率は90%に達する。内容は、自動車、精密機械などで、いずれも軽微な加工に止まる。 工業製品に分類される輸出金額は5700万ドルであるテレビ局とラジオ局がある郵便はフランス及びスペインが配達アンドラ国内の送料は無料街中に両国の郵政公社によるポストが設置されているインターネットの国別ドメインはアドである国内の交通は自動車とバスオートバイが一般的である スペインとフランスとの間は幹線道路で結ばれており特にバルセロナとの間には高速道路が一部完成していることから交通量も多い空港、港、鉄道はないヘリポートは存在するアンドラの国籍要件は厳しくかつては父親がアンドラ国籍である子供しかアンドラ国籍を取得できなかった労働のために アンドラに移住してきた人々は無国籍となり、1990年代頃にはアンドラ国籍を持つ者は30%を下回っていた。アンドラの人口は2019年の時点で7万0千人、民族的には2017年の時点でアンドラ人が48.8%、スペイン人が25.1%、ポルトガル人が12%、 フランス人が4.4%、その他が9.7%である。公用語はカタルーニャ語である。その他、スペイン語、フランス語、ポルトガル語が使われている。国民の大半がカトリック教会の信者である。ユネスコ世界遺産の文化遺産として、マドリウペラフィタクラロ渓谷が登録されている。スキーをはじめとした、ウィンタースポーツのほか、自転車競技なども盛ん。 2010年の3月1日から7日まで山岳スキーの世界選手権が開催された。ありがとうございます。